おはようございます。おはようございます。先日ですね、M1 グランプリ2020の準決勝ですね、こちらライブビューイングという形で、見に行かせていただきまして、まあ去年も同じように映画館に足を運ばさせていただいたんですけども、まあやはりまあ年間ライブシーンの中で一番盛り上がるんじゃないかってぐらいね、豪華な面々が見れまして、いや、大満足でございました。昨年の M1 グランプリね、決勝を見ていただいた方、お分かりだと思うんですけど、まあどちらかというと本当に大大演、ハッピーエンドと言いましょうか。どのコンビもまあ損することがなくというか、あまり割を食うような人たちがおらずに、それぞれ、良さを出せた。その中で素晴らしい大会になった。そんな印象があって。で、どちらかと言いますと、まあ、若い、フレッシュな、まあ、コンビだったり、新しい価値観を提供するようなね、そんな漫才とかネタとかがすごく見れたような年でした。で、今年に関しても、まあ、新しい価値観っていうことに関しては変わりはないんですが、まあ2019とはちょっと違うようなね、そういうものだけじゃないんだよ。今お笑い界で流行ってる、いわゆる第7世代ですとか、まあ人を傷つけない笑いというね、あのキーワードが出ましたけど、それだけじゃないんですよっていうところをね、見せてくれてるような大会になるんじゃないかなという、予感がしております。まあ、そして、まあ、以前の M1 であったような、いわゆるピリピリした感じですよね。うん。まあ、どこも面白かったねってだけじゃなくて、ちょっと振るわなかったなというか、審査員のちょっとお眼鏡にかなわないみたいな、ピリッとしたね、瞬間ももしかしたら出るかもしれないなって、そういうぐらい、攻めたラインナップになっていると思います。よろしくお願いいたします。そんな話はどうでもいいんですよ。ですね。前々から、予告してました通り、モルクラブ JB 春スプリンク、私が主催という形でですね、やらせていただきます。新しいタイトルというのを、皆さんにご提案させていただくというのが本日のテーマでございます。もちろんこの動画ですね、配信ですね、動画としてアーカイブ残してますので、あとゆっくりご覧いただくとかいうことも可能ですので、今回とりあえずダラダラと見ていただければいいかなと思います。あくまで予告とか告知的な感じで今回やっていきますので、よろしくお願いいたします。まあ本当に10分、15分ぐらいでもう終わらして、もうサクッと、アーカイブも長くなっちゃうと、あれですから、と言いつつ、冒頭のあれは何だったんだっていうことになっちゃうんですかね。まあウォーミングアップみたいなもんですよ。はい。ということで、もったいぶらずに、進めさせていただきます。よろしくお願いします。新タイトルですね。何をしたいかと言いますと、まあ、今回はこのタイトルを発表するというところで、どういうコンセプトか、一体中身どういうものなのかというものをご紹介できればと思ってます。そして、これ3つ目、初回となる大会に出場者を募集していますと記載はしているんですけど、実際募集は今回は始まらないです。あくまで予告のみとさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。まずね、タイトルというのを早速発表していきたいんですけど、今、モルク界に足りないもの。競技モルク界に足りないもの。まあ、これだけね、もう爆発的なブーム、もうなっていますけど、でもまだこれがあったらっていうのね、皆さん待ち望んでいたものがあると思います。それが何かと言いますと、こちらです。はい。タイトル名ですね。IMGP 無差別級選手権。インターナショナルモルックグランプリ。こちらを設立いたしました。元ネタについて分かる人は分かるということですね。そう、モルック界に何が足りなかったのかっていうのは、ただ一つ。プロレスが足りなかったです。いやー。
出ちゃいましたね、答えが。出ちゃいました。待ち望んでました。ただ一つだったの。これだけだったんです。もう最後のピース埋まってしまいました。さあ、モルックでプロレスをしましょう。まあちょっとこれだけ言ったところではね、何を言ってるのか全くわからないと思いますので、細かいところ説明していきます。コンセプトになります。競技モルック界にチャンピオンの概念を導入いたします。で、チャンピオンのモルックに対する思い、理想を王座戦、選手権試合に反映いたします。そしてチャンピオンの変遷、王座戦の歴史というのが、そのまま競技モルック界の歴史となります。この3つ、これがコンセプトでございます。やっぱりもプロレス的なね、チャンピオンを争って、ただ一つの椅子であるチャンピオンの座を争うということを、モルックでやってみませんかと。いうのが、私からの提案でございます。なお、運営審議については IMGP 実行委員会が取り行います。この3つのコンセプトのもと進めていくものでございます。では次参りましょう。まず、まあもちろん、チャンピオンということなので、基本は1対1の戦い、まあ、チャンピオンと挑戦者というものがありますが、初代王者に関しては、トーナメントで決定いたします。こちら、最大9名でのワンデートーナメント。もう1日で行うトーナメントですね。こちらによって、初代王者を決定いたします。なお、出場選手は IMGP 実行委員会が指定する招待選手のほか、選手本人による募集から決定いたします。招待選手枠と募集枠がございます。こちらも別途説明いたします。最初だけこのようなですね、形でトーナメント戦というのを行うということになります。はい。そして、この IMGP 無差別級選手権、最大の特徴というのが、王者チャンピオンによる演出となります。最初の初代王者決定トーナメントで優勝したプレイヤーがすなわち初代王者となります。この王者というのは、次のチャンピオンとしての戦いというのを自分で演出する。自分のモルックに対する理想、こういうモルックがしてみたい、こういうモルックの試合がしてみたいというのを演出という形でぶつけていただく。具体的な説明いたしましょう。初代決定トーナメント以降は、チャンピオンによって、次の試合、どのような試合を行うかということを、完全に自由に定めることができます。大きく2つ、対戦ルール、そして挑戦者、こちらを決めることができます。まず、対戦ルールですね。チャンピオンは、どのようなルールで選手権試合を行うか、こちらを決定することが可能です。例えば、シンプルに、10ゲームの勝負。いわゆる10番勝負ですね。こちらをして、より多く勝利した方が、新チャンピオン、もしくは防衛。または、まあ、同じように、規定のゲームを先取したプレイヤーの勝利。というベーシックなルールを設定することもできますし、例えば、後にゲームをしていくんですが、投げ方を縛ると。うん。この投げ方でしか投げれませんと。お互い、そういうルールを設けましょう。または、モルックというのは3回連続でミスをしてしまうと、その場で失格で。ということになりますが、これを3回ではなく2回で失格にするという。こうしたルールの変更をすることができます。もうこちら例に挙げたものですので、もうさらに変則的なものにしてもらっても構いません。まあ、50点で勝利ということになりますが、こちらを変更しても構いませんし、最初に置くスキットルの配置、こちらを変えても構いません。これは王者が演出することができる対戦ルールです。まあ、でもこれはね、チャンピオンがね、こうしたら面白いんじゃないか、
で日頃から思ってるものを表現していただくという形になります。こんなモルックもやり方もあるんだよ、こういうモルックの考え方もあるんですよ、そういった提案ができるということになります。そして挑戦者の演出、チャンピオンは誰と戦うのか、誰を挑戦者に迎えて戦うのかということの指定、またはどういう方法によって次の挑戦者を決めるかということを定めることができます。例えばもしチャンピオンが勝利すれば、この人に勝利すれば自分はプレイヤーとしての格が上がるぞということが考えられる挑戦者、まあ、強い相手に返ってこの人より強いんだということを示すことができる、または防衛記録を伸ばす、チャンピオンですからより多く防衛をしていきたいと、その防衛記録、この人なら勝てるから防衛記録を伸ばすことができるぞという考え方でも構いませんということをチャンピオンから指名することもできます。もちろん、まあ、その場合挑戦者が承諾すれば試合が成立すると形になります。また誰と戦ってもいい、誰に対しても私は勝つことができると主張するのであれば、挑戦者は名乗りを待つこともできます。はい。まあ、こちらはまた応募という形をとってね、名乗りを上げるというところを、まあ、アイドル、一番間違えちゃいけないところだ。IMGP 実行委員会が、まあ、そこら辺は、まあ、取り仕切る形となります。またですね、やっぱりプロレスですから、1対1だけがプロレスではないですね。いわゆる3人同時に戦う3ウェイ、4ウェイ、もういくらでも何ウェイでもいいです。ということもできます。まあ、この場合、勝った1人が新しいチャンピオンになるという形ですね。2人まとめてかかってこいみたいなこともね、全然できるというわけですよ。いや、もういくらでも自由にやっていただきたいと思います。このルールと挑戦者2つを自由に定めることができる。これが、王者の特権ということになります。そしてタイトルの証明。はい。プロレスにはチャンピオンベルトというものがありますね。あ、こちらを参考にいたしまして、モルックの IMGP。こちらでは、その証として黒のモルッカーリ。こちらを獲得します。我々の方で黒のモルッカーリをね、今用意してますので、こちらいずれお披露目することができるのではないかと思います。こちらもチャンピオンベルトと全く同じように、チャンピオン交代の際に剥奪され、新王者に新たに受け渡されるといった形になります。世界たった一つの世界王者ですか？世界王者の証です。そして選手権の開催頻度についてですね、こちらはあくまで想定ではございますが、お話しさせていただきます。選手権の試合後、三好は原則3ヶ月以内に行っていただきたいと思います。新しい王者が決まる。また防衛する。じゃあその次の試合というのは、第3ヶ月以内ぐらいで回していきたいと思います。あ、もし、この期間過ぎてしまった場合、過ぎても、試合を組むことができなかった場合っていうのは、現チャンピオンのモルッカリを剥奪するとか、いう形でどうしてもなってしまいます。はい、で、王者クーリとなった場合は、改めて IMGP 実行委員会で規定する方法により、新王者を定めると。いった形になります。また、トーナメントを行うか、また別の方法になるとか、というのは、その際に検討し、発表するという形になります。そして、まあ、ここまでお話ししましたが、チャンピオン戦でございますが、冒頭で話しました初代王者決定トーナメントについて最後お話しいたします。初代王者決定トーナメントは、現在のところ9名で、行います。行う予定です。そのうち、いくつかの選手は、あれあれ、モルッククラブ JB 競技部門の所属選手が出場いたします。まあ、今回ね、一番最初と、このタイトルの走り出しということもありまして、皆さんから広く募集を、待つということも可能だったんですが、まずは安定した運営を行おうといったところも加味して、我々の選手の中で
争うといった形になります。しかしですね、まあ当所属選手現在7名ですので、そこから9名のうちね残り余りがありますので、その枠というのは応募制というふうにいたします。現在のところ、初代王者決定トーナメントの日時は、2021年1月、まあ、大体この辺りを予定しております。で、場所は都内といった形になります。後日ね、この日程などについて詳しく発表いたしますので、応募の際は必ずこの日程に、合わせることができますよといった選手のみ、応募をしていただきたいと思います。で、レギュレーションですね、9名で行いますので以下のようなトーナメントで行います。3人3組のファーストラウンドですね、それぞれ、3人で行って、2ゲームを先取した1人のプレイヤーがセミファイナルに進出します。あくまで2ゲームを先取するという形なので、3人で行うと最大4ゲーム行うことになりますね。で、セミファイナルには、4人が残るんですが、順当に勝ち上がった3名プラス1回戦で、負けはしたんですけど、1ゲームは獲得したプレイヤーの中でモルクアウトを行い、この中で勝利した選手がワイルドカードとしてもう1枠に入るといった形になります。なのでセミファイナルは進出した合計4名を1対1のトーナメントに分けまして、決勝進出2人を決めるという形になります。このルールも同じように2ゲーム先取という形になります。そしてファイナルですね、最後に残った2人が3ゲーム選手のルールで初代王者を決定すると。いずれの試合に関しても各試合の獲得点数ですね、まあ、合計点で争うような形を取る大会とかもあるとは思うんですが、本大会においては合計点は全く加味しません。あくまで、ゲームを先取するというところが、勝利条件となります。現在のところ初代王者決定トーナメントでは以下のようなレギュレーションを予定しております。そうですね。で、最後こちらの参戦応募についてです。日程が確定し、詳細決まり次第ですね、エントリーについて、応募要項などを案内いたします。で、ここに記載のある日程場所時間などを見て、必ずこの条件であれば参加できるということを確認した上でエントリーをお願いいたします。で、エントリー期間終了後、抽選によって参加選手を確定いたします。この抽選も公開の場で、配信しながら行う予定です。なので、いつからエントリーが始まりますよというのをまた後日案内いたしますので、まだまだ全然焦らずに結構です。はい。現在のところ予定なんですが、まあ大体日程決まって、エントリー期間というのを24時間の期間で設けようと思ってます。で、この24時間の中で応募していただいた選手の中から、まあ、抽選でトーナメントに参加する選手を決定するというフローになるという予定になっております。なので詳細はね、まだまだこれからというところなので、もう少々お待ちくださいということになりますね。はい。ということで、もう実はここまでなんですね。はい。もう発表に関しては全く以上ということで、まあ来年1月に初代王者決定をすると、そして初代王者決定した後に、まあ、チャンピオンと挑戦者の戦いというのをどんどん進めて、まあ、この IMGP の歴史を作っていこうかなと、まあ、そしてね、まあ、何年も何年も経ったうちに
こういうモルカーリ、チャンピオンモルカーリの変遷があったんですよっていうところをね、バーって眺めて、ああ、こういうモルカーリの歴史があったんだなというところを実感できるようになる。そういった目標を掲げております。特にですね、Twitter とかでもね、質問とかございましたら受け付けますので、気概なく、なんか不明点だと、こういうのはどうなんだといったコメントがあれば、どうしようしようお寄せいただければと思います。っていう感じで、私としてはゆっくり喋ったつもりなんですが、もう、発表することがなくなってしまったと。いうところなので、もう、終わりにしようかなと思います。はい。オールクラブ JP としてはね、選手として大会に参加するというところが、これからも活動の中心となるとは思いますが、こういったね、チャンピオン方式とタイトルというのを用意いたしまして、モルク界の発展に寄与するといったこともできればと。と思いもありますので、ぜひぜひね、皆さんも、いろんな方が参加していただくっていうのが最終的な目標ですね。そうなっていくと、あ、よかったなと。これやってよかったなっていう風になると思うんで。はい。まあ最初はね、なかなか得体の知れない、チャンピオンモルカーリーが争われているぞと、いったようにはなるとは思いますが、まあ、徐々に浸透していけばいいんじゃないでしょうかと思います。はい、それでは、もう本当にいよいよ、私は頭の中から、何もなくなってしまったので、この辺で置いてもさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。これアーカイブ一応残します。